どっちだ、和樹さん、中目黒さん、和樹さん、和樹さん、アンディとかだっけ。そう、アンディだ。オーダーセレクト。確か和樹さん前にウラシェルとか使ってたような気もするんですが、あ、キャラがちょっと違いますね。そうですね、やっぱアンディパオのこのセットが結構まあ見ますね。アンディパオ、そうですね。あとキング的な、ね、はい、あとね、目の前に、まあ、ジャムコさんもいますけども、はい、ウラシェルとパオもセットの人が割と多い。まあ気のせいじゃないと思いますよ。でいけませんね、画面を見ていない間にすごいことになってますね。安藤がいなくなりました。もしね、綺麗に行くとき本当になんかこのキャラあるな。そうですね、ありますね、本当思いますよね。ぐっちゃぐちゃになってるとき、お前昇竜のブッパと月の銀のブッパしかしてないじゃないか。極端な部分ですよ ね本当に。この構成は本当強いですよね。しゃがみ遠泳か、前出そうとしたら、ね、はい、出なかった時にジャンプを潰すという非常にデルンシンらしい構成といいますか、はい、うまい、しっかり駒投げにして、おっと、これですね、この後判定が分かったらちょっと違うんですけどそうですね、うわーマジか。あら、さあこれね、ライフは結構決定的な感じに見えますが、霞ならそんなことないかもしれない。いやー、しっかり0秒で勝利を打ってゲージも貯める。あー、このバサ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 とこのゲームの中で一番音量がでかい。そうですね、なんか耳障りなんですよあ、これチビキャラには初弾が当たらないということで、あ、まあ、直でというか、そうなるんですね。あ、そうなんですね。クリスのマイビーとかと一緒で、あ、はいはい、割と中弾として機能したり。なるほど、割とですけどね。届くか、届いてる。さあ、最後のチョイが出なかったが、もう状況が状況か、これは。あ、届かない。そんなこと言われてもっていう。あ、はい、ありがとうございます。すいません。さあ、今日は結構連勝が続きますね。だからコメントをちょっと見る限り、とんかつさんのことをなんかヒレカツだロースカツだと、あ、はいはい、非常にこう統一性がない、まとまりがない、ね、昔の配信とかでこれ勝てばなんかロースに昇格とかなんか、あ、なるほどなるほどいろんなあれがありましたけど、この組み合わせ、まあ、キャラの組み合わせではなく、とんかつさんと中目黒さんということで、シブカンではなかなかちょこちょこ見たような、見なかったような、はいはい、もう懐かしくて涙が出そうです、嘘ですけどもう結構経ってますよね。そうですね、夏ぐらいでしたっけ、8月とか9月とかだったっけ。あー、おこれもパッと見、パッと見さすがにマイだろうって思うんですけど、はい、もうそうですね、なんかすごいな殴り合い。あっと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 あっと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 13年を振り返って、今の話題ですか。なんかもうまあまあ、とりあえずコメントもぼちぼち見ていきますけど、これ高い、いやー減りますね。おーきょん、あーあー
またいらん目標目標じゃん。中部間の最後は立ち会いましたけどね、別にどうってことなく終わりましたね何の記念写真とかもいやあったのかもしれないけど、終電の都合で。バイス上級者向けっていうか、そういうプレイが好きな人向けっていうキャラですよね。あーまあそうですね、結構やっぱり霞とか K とかに一方的にやられても折れない心を持ってることが大事なんで。そうですね、やっぱ乗っかられて乗っかられてのやっぱ被害者のキャラだと思うんで、それにその覚悟があるならばっていうところでしょうかね。別に止めはしないかみたいなところが、まあどっちかって言ったらやっぱり上級者向けなんじゃないですかね。そう、そういうのも含めると、まあ、結果的にそうなりますね。そうですよね。でここで山、うわすごい山崎、あっ、まあ、しっかり見てる、捉えるで、さあ素直にガーキャン、あー焦っちゃった、まあまあまあついてるよ。さあ仕切り直して落ち着いて、あはい、懐かしい無印だ。そうですね、これ無印の時からね、なんだかんだで跳ね返すのが割に合わないという。飛び越すのも実は大変で、頑張る、うわうまい な。あーこれはまさか、まさかこれは、あーあっ、ああなんとかつなぐがない。とんかつさんからないの一言。ああなくはないと思うんだが、そうですね、なくはないぐらいでしょうか。うますぎるすげえんだけどこの人これは切ないぞ今の。あーうわマジか、一本負け、無念。今のはマックス2まで行こうとしたルートのミスだったのか。じゃあそうか、確かにワイさんがもう肉連になる。はい、FC さん、C さんがいきます。多分 FC さん紅白戦の勝率多分トップ3とか5ぐらい、5ぐらいまでには入りそうなぐらいの勝率を誇ってますね。で、FC 君と中目黒さん、はい、バイスの空中シャカシャカ、あの名前忘れましたけど、レイブナスだかアウトレジだかどっちだか忘れましたけど、 あれ下段ダイクで取れるときと取れないときがあって鬱陶しいんですよね。あそうなんですね、あの出てる位置で違うんだと思うんですけど、うわーゲージ回収に行く。なんかカメラが反対側をまた向いている。カメラ荒ぶってますね多分ね。さあなんかオーバーキルの音が聞こえましたが、そうですね、ギューンっていう音が今、まあ、すごい光景になってると思います。どう映ってるのか分かんないけど、あっちですね、あっちに。あーなるほど、このなんか群衆が映ってるわけですね。これはしっかり裏から、これはわお、屈伸、この読み合いはなかった。うわ抜けた、えあれ抜、あ初段は抜けないのか、二段目の位置なら抜ける感じ滑ってるところは抜けんのかな、あれ初段抜けれるんだ。ああ抜けてましたよね今ね。そうなんだ、なんて汚い。ああリンのコパンで暴れる分には全然正義ですよね。拾った、なんかミッチーのアップが切れてますけど、
待って、イオリ対リン、ちゃんとビート抜けましたよ。確かに超頑張ってたけど、やり込みを感じます。すごいな。それ飛んでもいいんじゃないですか。確かにそんな頑張んなくても。FC さんってなんかテンポいいですよね。なんかそうなんですよ。すごい攻めがなんかなんていうか、なんかオリジナリティを感じる感じなんですけど ね、まあ、中目黒さんも相当オリジナリティは高いですけども。あ、しかしもうリンの体力がどうすんだ。ああ、しばらいがエンディに負ける。乱暴図らずもということは、こうやってまだだまだだと言っていたら、はい、やっぱり運命には逆らえない感じの匂いがしてきましたね。まあこれでもう YD さんとナルドさんとシュンヤ君と、まあ、うん、とりあえずそれでそれですですね。あ、とりあえずこの試合が終わったら、まあ、次枠、まさか次枠に行くとは思ってなかったけど、次で完全にラストだと思われます。そうですね、これは試合対象戦で結構じいじいすると途中で消えてしまう可能性があります。ここまでは比較的、わーつかましい、比較的裏タク、ペースといえばペースだが、しゃがむ、大ジャンプしちゃうと裏タクの飛びジャンプ攻撃はジャンプ B でしか壊しをかれない。うわー当たってしまう。わかるぞ、後ろ構え入れて C だったんだろう、わかるよ。頑張ってください、ファンです。レオナ、FC 君のね、ケナシもなんか普通に落とせそうなところでも相手を落とさずに下がっていくみたいな特徴がありまして、はいはい、右は FC3C さんですよ。なんだろう、そのかぶってる。おっと展開悪くなってきたぞ。ガーキャンで押し返して、中断と思わせての下段だったんでしょうけども、やばいぞ。よーい、打ちか。さあ、しかしなんとかこらえる。なんとかですね、はい、俺ならここの場面で10回中9回はおーって言いますが、言わない。これが本当に強い人の立ち回り。うわー、殴られた足を。ここでシャンフェ、いやすごい上手いんですけど、3番手としてこれほど頼りなく見えるキャラも、まあ確かにそうですね、大将って感じが本当全くしないキャラですけど、はずなんですけどね、なんか押してますね。そうですね、ダッシュアップは最強です。打ち切って反撃して残る。展開がいいぞ。お、うまい、うまい。いい、屋根より高い D 勝利、すげえな。おて、これはなんていうか展開次第なこの組み合わせ。つながって、あーもう蹴んないか、これはウラロバは。距離の取り方がお互い。ナムハの外側を取りつつ、裏ロバ機械を伺っていく。あ、あってしまった。なんというところで、なんというところで、これはまずい。あ、しい、これは残り20秒盛り上がっているのに。あ、これが噂の対空パイロン。すごいいいシーンです。生放送が切れています。現在いい試合なんだけど、あ
名勝負でした。なんというなんというシーンで録画を。まあここは動画で確認していただければと。俺はでもいい試合でしたよ本当に。はい、で俊也くんが俊也パイセンが、まあはいワンピカでございます。オーダーストライク。はい、俺も見れなかったです、枠取りに必死で。お茶さん、さっき狂ったほど連勝しましたからね。まあ、そうですね、相当連勝しましたからね。で、残すところは YD さんとナトさんだけになるのかな。そうなの、そうなのそのようです、はい、どうやら。はい、待って粘着室にジャンプシールを襲いかかっていたが、これはでかい。さあ春夜パイセン先方を取ってキャラッシュ同キャラ。まああれですね、さっきの動画って試合ちょっと見れませんでしたけど、まあいわゆる続きはウェブでっていうあれですね。まあそうですね、はい、ぜひ見てあげてください。一応年明けというか、まあ水曜の夜中から木曜の朝にかけて13の紅白戦とともにあげます。なるほど。おっと出なかったか。あ、本当だ。さあパクらずにガーキャン、ケイダッシュの同キャラらしい対戦内容ですが、ここまでの展開はよく見るとっていうかよく見ないようになる。おー、いいですね。はい、俺のお茶さんがとかこうファンが多くて羨ましいですね。お茶さん動画映えもしますよね。そうなんですよ、羨ましい、素晴らしいですね。これは決まるか。ボディが勝利権。はい、裏ロバあんま見ないけど、やっぱり裏ロバの小足にエンディーサスとかどんな感じなんだろう。あんな感じ違うよねあれはなんか抜けるのかな、なんだろう、どうなんでしょうね。わあ、力強い本当に。なんていうか、あの裏ロバの大攻撃、片っ端から説得力のある技ですよね。いやあ冷たい。おお、落ち着いてます。もう昨日だか一昨日だかクロスカッターは中ジャン C で抜けられて当ててもいないのに中ジャン、びっくりしました。でクリスですが、あ、投げ落としたのかな。はい、ああ終わってしまった。減ったちょっとした出来心だったんですけどね。そうですね、出来心足を招きましたね厳しい。はい、ついに重い腰を上げた YD さんが、だってさ、ずっとお茶さんとこのマニアさんさやりたくないってただこねてて今さらだよしかも残るはナルトさんだけですからね。あー、なるほど、はい、ナルトをやるとついにここで、はい、YD さん登場。本日3人目の初手裏仲間。初手携帯裏仲間、これは厳しそうですね、画面上に詰められたら。おっさんゲージない。そうですね、いや多分、まあ、裏立ち使いの頑張りだと思うんですけど、結構苦しいですか、いけちゃうところもあるんじゃないかなと。
だって前も言ってたんですけど、ナルトさんが先方 K をこう避けたりしますからね、裏アタック、この YG さんとやるときに。YG さんもかなりやってますからね、裏アタック。まあそうですね。しかし厳しかった、やはり嬉しい。 YG さんがすげえ顔してる。結局ヤチちゃんの1枠どうなったんですか。ヤチは消滅しました。ヤチちゃん死んだ。はい、100円100円払いましたけど、後で返す、忘れ、ヤチが言ってきたら返そう。なるほど、言ってきたら返そう。すごい汚い感じの。お、なんか YD さん詰められているか。ここは CM を貼る。無視で追っていく。うわ、ここは飛ぼうとしたのか。まあ、うまく先方のしぬぎができている。ここで中堅戦、これは当たってしまうが、おいしい、シーナムハが当たる。打ち切ってエンディをかく。ここお茶さんあれですよね、スタシーの使い方すごい上手かった気がしますけど。ああ、はい、すごいスタシーが本当うまい当て方で、なんて言ってたら中華死んじゃった。なんかお茶さん本当なんかとりあえず置いといてみたいのがあんまないですよね。本当なんか見てからというか、なんか本当に意思持って打ってますよ、ね。はい、とりあえずじゃなくて、はい、でこれを打つみたいな。もっとこれは発動にはいかなかった。いかない。でもあそこから発動って届くんですか。あ、多分届きます。ルートを変えなきゃいけないかもしれないけど。あ、そういうことですか。おっと、これは広い空中投げ。その言い折りがゲージは4本なんか、これは裏止まりますのか。おっ、うまいが、これは美味しい感じで、この FC さんが何これって叫んでる。でもここ対象戦は4本ゲージ持ちの裏止ま。よくやるよね、ワイリーさん、あれね。あの技、だいぶ気に入ってますよね、ワイリーさん。よくなんか、あの銃離すみたいな感じのと、あれを使ってるイメージが。うわー、うまい。あー、しかしちょっと、なんか距離が。ここはズーズーしい。これが裏のパス。うわー、逆タク。ワイリーさんもズーズーしい。海外に出ずし。あー、なんだこれ、どうなってんの。なんかいろいろ出てないよ、大丈夫。な、大好き。気持ちの勝負、これはもう。なんかもうバレてるから。さあ、でも時間は残り10秒切ってしまう。あっ、なあ、なあ、なになになに、すげえグダグダしてんだけど。お二人とも今まで培ったものを全て捨てて気持ちのなんかね、お互いに楽しそうだった。すごい、いや、すごい楽しそうだった。とりあえず裏ロマがクソキャラだってことは分かった、はい、あの、いや、素晴らしいです。本当取れ高バッチリです、これは。なんかバッチリっていうかさ、っていうかさみたいな。はい、まあ、ここで最終試合ですか。そうですね。はい、かなり長丁場でしたが、結局もうあの、はい、40人近く。あ、どんなにいたんですか。そうですね、36とかかな。そんないたんだ。なのにあの最初の方ライフ2という暴挙に出てしまったことをここにお詫び申し上げます。まあ、最初もいや、そう、城はすごい少なかったんだよ。そう、それで、とりあえず最後、はい、とりあえずナルトさん対 1P、 ナルトさん対 2P、 FG さん、 C さん。そうですね。なんかでも今回の動画は一体何個に分けられるのかっていう、まあ、4、めちゃめちゃ詰めれば4、めちゃめちゃ詰めれば4いけるか。お正月中にあげてくれとコメントが来ておりますが、はい、お正月中、まあ、そうですね、元旦というか1日2日ぐらいには上がると思います。すごいな、仕事が早いな。まあ、
しい状態だが、うわうまい、すごい、下半身強い。FC さん の最後の体力の時の、はい、もう打ち切りみたいなあれあさっきも出してましたけど、うまいですね、やっぱりしっかりしてますね、はい、本当にだから上手い人って決めてやりますよね。そうですね、もう最後なんで当たれば OK みたいな、はい、入れ込んできますね。なんかもうこれに関しては何も言うことがないっすよ、まあ、難しいですね、もうどう実況側もちょっと難しいですね、展開も早いことが多いし、はい、裏から一発、いつもの感じが、なんかお互いに狙ってもっとこれは出なかったか、うわー、うまく飛ぶ、はい、ロージャンプで避ける、さあ体力はお互い近くなってきた、さあここはゲージを払って、うわうまい、うわうまい、さあ持ち直した、 FC さんから諦めると一言気が強い状況は何とも言えないけど、まだまあでもゲージ4本っていうのが、まあそうですね、うわうまい、ここはしっかりあるよ、やっぱりちょっとここはゲージを使わず体力が微妙に残る、飛ばしが強いお互い諦めろって言ったけど、さあ大将出てくるは4本ゲージ持ち、3本ゲージ持ちの裏ロバート、すげえカクカクしてるわ、投げていく、青か上から、いやー、かぶったか、かぶってますね、あれは、おっと、マジか、さあ、うわ、よく、な、マジか、ここは2本出すか、3本出していく、確実に仕留める、まあ、かすみちゃん生かしといていいことないですからね、まあ、そうですね、はい、すげえ煽り合ってて FC さん、ナノさんに結構いきますよね、俺がおじさんにガンガン言うノリの近いものを感じるんですけど、2人ともなんかあれですよね、はい、なんか、うん、いい仲ですよね、あ、緊迫状態、まあ、ナノさんだいぶ優位な状況ですが、裏ロバなんでまだなんとも、おしっかりガードしてる、ジャンプが高かったか、あ、うわー冷たかったナルトさん、なって顔してるの、あの顔ですわマジで、ほんとあの顔FC さんからすいませんと一言、はい、ナルトさんが貫禄の勝利で本日のパーク戦すべて終了ですね、ナルトさんなんか今年最後ですし、何かあれば、じゃ あ来年もよろしくお願いしますよろしくお願いします、どこに対して言ってんの、はい、この人どこに対してよろしくお願いしたの、いや、まあ多分みんなに全体ですよ、リスナーさんにも、えバーサスにも紅白戦にも、えそういう感じはい、とりあえずじゃあ一回動画的に、はい、はい、締めます、ご終了でございますね、はい、第170回 KF ゼロニエム紅白戦これで終わりたいと思います、ニヤニヤしてるか、いや違う、今あのねタイトルを忘れてしまった、あ、なるほどね、はい、お疲れ様です、ありがとうございます、お疲れ様でございます。